あれ、あれよし、シェリー様が暴れてるだの、なんだの、いいやつがいるが、釣りはやっぱり海釣りだぜ。海釣りに必要なのは大縄原に立ち向かう不屈の闘志。それさえありゃ釣り糸だっていらねえくらいさ。そんなわけねえだろ、そうやな。今、猫亭の親父に生きのいい素材をねだられてんだが、それならやっぱり海の王者、カジキマグロしかいねえ。一度でかいやつを釣り上げて、海猫亭の親父をびっくりさせてやれや。あ、そいつは海の男なら誰もが憧れる釣り竿。あ、また弁慶時に買い占めた釣り竿がこんなところで役に立つとは思わんかった。マジか、持ってる持ってる。魚も海の王者、カジキマグロだって一貫打尽よ。ちょっと待って、気が利くなわんか。それじゃあ遠慮なくいただくでって、え、あげるなんて一言も言ってへんやんけお前。わ、無理やり取られた。うわ、最低、無敗、うわわ、最低最低。どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます、鹿です。やっとですね、この風神様、壁足やったかな、壁足りです、失礼しました。壁足りをゲットすることができました。やった、ずっと猫のニャ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 鳴いてたんですよね。あのでっかい塔があったところ見えねえな、こっからじゃ。あ、こっからやって見えますね、これこれこれ、うん、改めて見るとほんまに、あれ登ったん、マジであれ登ったん、すげえな、めっちゃ大変やったもんな、ものすごいペッタ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 登ったもんな。あ、そうそう、それでですね、このシャチマルくんが、ヒミコじゃない、すいません、まとまってない。龍神族のところに行きたいんですけど、何かこう、しきたり使命とりあえず言ってますよ。何やったかな、それをクリアしないといけないんだっていうのを言われて、ちょっと話してお願い。聞く。乗る。こう。優遇、この国を荒らす妖魔の手を逃れるため、今その入り口、海ナルトを隠してる。そうそうそう、これこれ。この海ナルトを探しなさいっていう試練を乗り越えたら竜宮に行けるっていうのなんですよ。お前たちはこの広い海を回って海ナルトを探し合ってる。それ乙姫様、しません、そう、卑弥呼じゃなくて乙姫様です。乙姫様の試練だって、分かってない、まあ見てろって。はいよー、シャチマル、はいよそうそう、こうやってシャチマルがこうやって、あれ、待って、竜神じゃない、ずっとこの実況でね、水流ってちゃんと呼べてないんですよ、竜神としか呼べてないんですよ。びっくりさ、あんなとこいんの。いや、とりあえずここ回って多分海になると探すってことやんな。だって乗れるってそういうことやんな。っていうことで、ちょっと海になると今から探していきたいと思います。で、多分あの大幅にカットすると思います。水流さんから逃げられるのかな、一回ここ上がったっけな。この音楽めっちゃ好き、すげえ。ごめん、これは、え、ちょ、ここ上がるわ、降りる。待って、水流さんの音楽が流れてる、いたー、やばすぎやろ、あそこずっと徘徊してんねん、マジで。あっち行きたいねんな、どうしよう、シャチマル食われたらどうしよう、嫌 やな。これはあの子打つ、違うな、ガーンやあれ、あ、違うとこやった、ああ、すっげえ、こんなとこにこれあったんや。いや、意外と来てないところでね、ああやってバーンってやったらね、こうやって幸福玉いっぱいもらえるところあるんですよ。これがね、まあ嬉しいんですよね、炭を多くしたりとかするんで。やっとこなんか新しいやつできたふと調べたら、この鐘が沈んでいる時はもしかして噂に聞く金城泉か、この泉に心づけをすると泉の神様が力を貸してくれる、
聖戦金城戦、まさかこんなとこにあるとはな。ね、1万2万4万、え、何これ1万両まだあるからいいけど、1万両投げた、たっか、泉がキラキラ輝いてきたぜ。楽しみな、もっと熱く心付けしてやったらいいこと起きそうじゃねえか。え、まだ入れなあかんの。これで身も心も洗ってみたらどうだい。え、じゃあもっと多くってこと、4万両4万両入れ投げ入れた。え、どんだけ入れなあかんの、ちょっと待って。でも色変わったよな今。あ、色変わった、色変わった。え、まだ入れなあかん、あと4万入れてみる。マジ、あ、なんか起きた。え、え、どういうこと、どういうこと、え、え、なんで筆紙が出てくるの。おう、我らが地獄アンマテラス大神、欲の源たる金子を惜しげもなく投げ打つおもとの清きを心、この爆神おもとのお志に感じ、おもとより離れし折に弱り果てぬる我が身に古の破壊力を取り戻したる。え、闇を揺るがす我が錦の破壊力、いざ存分に試されよ。なんだって、なんだって、おいおい、バカ神様の力、テカ玉の破壊力が上がっただって。ってことはもしかしてテカ玉をもう一個出せたりする。隣にもう一個並べてみろよ。え、マジ、ちょっと待って、てかお金が戻ってきてる、お金めっちゃ多いんやけど。え、ちょっと待って、これをもう1個出して、あれだ、ちょっと待って、まずこの宝箱気になるの、ちょっと待って、いっぱいありすぎて。今聞いてか、まだ錦を手に入れた。ちょっと待って、これもういろいろありすぎて、ちょっと、そんなことある。え、じゃあ全部、え、まだ上がるんかな、玉錦、テカ玉の秘められし力、テカ玉錦の力の開眼により、テカ玉を一つ書き出した後、再びテカ玉を描きしきとき、最大二つまでのテカ玉を生み出し、その激しき爆撃で敵を翻弄できようぞ。ただし炭はテカ玉一つにつき一つ消費することも忘れぬようにな。なるほどね、はいはいはい。え、いや、そっか、普段は一個しか出せへんかったから何個出せるってこと、すげえな。あれ、あ、ここなんかもしかしてできるのかな。音声合計額アマテラス様、12万も入れたの、マジ。まだ入れなあかんかったよ、そんなことないよな。あ、満足そうにキラキラ描いてる、あ、よかった、まだ入れなあかんのかと思った、焦った。へえ、めっちゃ、でもお金なんか意外と返ってきたぞ。ほら、やっぱり余った分返ってきたんかな。12万量って書いてあったし、それより多く入れちゃってたってことなのかな、分からん、忘れた。地上でやろう、よし。いや、こんなことあるんやな。めっちゃ嬉しいんですけど、敵おらんかったっけ。おった、お前で試していいか。よし、変なやつがいるか、そう、これをこうやってやる、あれ、たくさんやな、まだやっぱり。で、もう一個ここでできるって言ってた。お、すげえ、すげえわ、やっぱり。これもっとレベルアップできるかな、無理かな、すげえわ。
回復とか進まないね、やっぱりならない。よし、妖怪騎馬まだ17本やねんな。80本目指してるんですよ、実は。ちま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 集めてるんですけどね、なかなかあれ出ない。なんか他にいい方法ないかな、うーわー、出ないかなって思ってるんですけどね、なかなか出ないな。とりあえず探検っていうか、海になると探さなきゃいけないんですけど、あれこれ竜神様いるよね。あれ八丸どこ行った？あ、おったおったおった。あっち行きたいんやけどな、ね。行けるかな。でも、友人様ぶっちぎりみたいなこと言ってたよな。信じるで、シャチマル。シャチマル、お前のこと信じるぞ。お願いやで、お願いやで、お願いやで。お願いやで、もう食われんの、あんなびっくりすること嫌やね。よし。あ、夜になっちゃった。もう音が怖い。もうトラウマよ。一回ハスの花で、あの猫なりの塔を目指せる時のあの恐怖、忘れられへんかったよ。ほら、襲ってくると何万の音してるやん。どこ行った？ほらほら、もう襲ってくる気満々やん、君。もう怖いって。もうトラウマの対象や。ここ特に何もないか。これは1になったら破壊できるんやろな。スッと破壊できんやな。いや、襲う気満々やろ。怖すぎるんやって。次はあっちかな。行ったらいいんじゃね。そうや、無理やり行く必要ないやん。多分あっちなんかあったかな。あ、行けた。夜が明けるの早かった。あれ、うお、鬼ヶ島なんや。へえ。で、これここは行ったっけ。ん、ここ来たっけ。いや、来てないか。なんか誰かいる。ここ降りるか。あれ、あれよし、シェリー様が暴れてるだの、なんだの、いいやつがいるが、釣りはやっぱり海釣りだぜ。海釣りに必要なのは大縄原に立ち向かう不屈の闘志。それさえありゃ釣り糸だっていらねえくらいさ。そんなわけねえだろ、そうやな。今、猫亭の親父に生きのいい素材をねだられてんだが、それならやっぱり海の王者、カジキマグロしかいねえ。一度でかいやつを釣り上げて、海猫亭の親父をびっくりさせてやれば。あ、もしかして、こいつ手伝わなければできない。おい、ワンコ、お前何気にすげえもん持ってねえか。え、そいつは海の男なら誰もが憧れる釣竿。あ、また弁慶時に買い占めた釣竿がこんなところで役に立つとは思わんかった。マジか。持ってる持ってる。魚も海の王者カジキマグロだって一貫打尽よ。ちょっと気が利くな、ワンコ。それじゃあ遠慮なくいただくでって。え、あげるなんて一言も言ってへんやんけ、お前。わ、無理やり取られた。うわ、最低。無害。うわわ、最低最低。無理やり取られた。こんなことあんの。無害を試してみるか、釣りかい。もちろんお前も俺の釣り竿見ていくだろう。もう興味ないよ。まあ、またいつでも来いよ。いや、多分こいつを手伝ってカジキマグロを手に入れなければいけないぞ。こいつは、まあ、お、元気なやつだな。ちげえよ、お前。これ。くれ、釣り竿を無理やり取られるとかそんなことある？びっくりしたわ今。そやろ、今まで
あげる人一人も無理やり取った人おらんで、もうちょっとクズやな、人間として最低やで、それってほんまに。人のものを取ったらいけませんって、まだまだかったんですかって言われたら知らん、めっちゃうざいやつやで、めっちゃ言われんで、もうクソガキな、クソガキ言うたから失礼しました。めっちゃ絶対幼稚園で習うことやで、人のものを取ったらいけません、無理やり、まさか無理やり取るなんていけませんって学ばへんの、やばいやつやで、ほんまに最低の極みやな、あかん、一生寝に落ちそう。いや、ちょ、太陽なんか登らしたくないの、てかすげえな、太陽そんなとこも登るの、すげえな、そんなとこにまで太陽登るんやとか、あの鬼ヶ島ほんまに鬼の顔してるやん、やば、あれ行くんやんな、あれ行くんやろうけども、てかこう幸玉や、幸福玉ちゃん、幸玉めっちゃ溜まってきたな、どういうことか、どこや、あれは、あれなんか光ってるな、行くか、あれ行って、ちょっと待って、今ここにいて猫なりの塔があって、あの桟橋からぐるっと一周してきた、ここに今いる、ぐるーっと来て、広島原やろ、で、猫なりの塔があって、そこからぐるーっと来てるから、あ、ちょっと、次よっか。あの、漁師やる？だって、筆技が確か、強くなるんよね。あれ、手伝ってあげると。持っていくと、多分、食材を持っていくと、筆技が進化。かっていうか強化されるよね、さっきの爆髪みたいな感じで、あれは予想外でした、西安京のね時にも山猫さんか、山猫さんのやつで一回それやって、まさかのね、爆炎の神様グレンが強化されるというね、こいつを確かこうやって今は多分無理ですけど、こうやってやったら、グレン。すげえわ。できたわ。普通にできちゃった。戦いの中でしかやったことなかったから。できちゃった。そうそう、これができるようになっちゃうからね。次、風がなんか強くなりそうな感じやったよな。やるか。体感してみよう。手に入ったことなし。今度、手に入ったことしちゃうよな。あんた取ったよな。見ていこう。取った釣り竿やったよ。いいよ。OK。取られた竿の裏に晴らしてやんねん。なんか珍しい魚、縦島巾着鯛、タイ、これタイなんや、へえ。熊の実、熊の実や、ニモニモが釣れた、でっか、これで水牛様来てこれ作ってくれへんかな。なんかすっげえのが来たぜ、この手応えは海の王者カジキマグロだ、これめっちゃ大変やろ、こうやってめっちゃむずいやん、あ、待って、もう火じゃないぐらいめっちゃむずい、これ、むずっ、なんだここ、やっとや、やっと釣れたぞ。しんどい、めっちゃしんどかった、こいつやばすぎやろ、めっちゃしんどかった。釣れた、よかった。
どうだこいつを見ろ、海の王者カジキマグロ、ついにお海壁釣り上げてやったぜ。長年漁師島原で釣りをやっちゃいるが、ここまでどでかいものは俺も初めてだい。おっとごちゃごちゃ話してる時間はねえや。あの親父魚の鮮度にはやたらとうるせえからな。復旧便で駆けつけるから待ってろよ。てかめっちゃでかいねんな、すっごやっと釣れた。めっちゃしんどかったっすよ、ほんまにあれ釣りマジ大変。よかったごめんなシャチマル、めっちゃ待たせたな。もう何分やってたんやろっていうぐらいやってたわ。シャチマル待っててくれた、めっちゃ優しいな、あんたありがとう。ここなんかある？なんか光ってんねんな。あ、なんか埋まってる。ていうか海ナルトはどこにあるの？まず海ナルトって何？入り口やんな。確か竜宮の入り口みたいなこと言ってたよな。え、合ってる？あれまたこれバーンのやつ、あバーンや、また幸福のあれがあんのかな。でもこの入り口ってさっきと一緒じゃない？え、もしかしてまたあれバーンじゃないの？バーンやろ。あ穴掘りですか。え、なんかすっげえよどんでんねんけど大丈夫これ。あ、出た。こいつ、ソロムシやったかな。あ、これめっちゃ大変なやつや。やっぱ、これ録画前に、録画前っていうか、こう撮ってない時に、こいつ、この、何でしたっけ、下巻遺跡の時の敵みたいなやつがおったんですよ。これ、でね、こいつはね、この杖振りほどくんですよ。この、ちょっと、お願いだから、お願いだからさ、糸に反さないでくれ。頼むからさ、こいつめっちゃ大変なんですよ。このツタをね、振りほどくんですよ。スタナヤキ遺跡の敵は振りほどくことなかったんですけど、こいつは振りほどくんですよね。早くしなあかんのけど、全然こいつ全然糸に反してない。あ、いける。あーもうくそ、こうやっておどきおるんですよ。マジでだるい、これがめちゃくちゃだるい。これがやっと倒せた。しんどい。こいつもしんどかったぞ、まあまあ。いや、しんどいこと多ない。ちょっとしんどいこと多いぞ。無になるとこんな大変なんか。そう。無になるとこんな大変？やばいやろ。あ、太陽気やった。今、2つぐらいしか集まってないのかな。
まあ、これも嬉しいんやけど、もうちょいええもんないかな。初めて無限紙見つかったわ。どんだけ霧で惑わせたか。筆技が強化するんじゃなかったんだ。ちょっとショック。まあ、いっか。ここって上上がれへんかったっけな。ここ入れる？あ、違うか。上になるとね。もう一周した方がいいんかな。いや、なんかあの真ん中気になるな。水牛様上がってる。ふー、怖すぎる。怖すぎる、怖すぎる、怖すぎる、怖すぎる。待って待って待って。安心して、いけないわ。ここは生きたわね。ここも来たよな。ここも来た。猫なりの塔も行った。あれ全部回った？もしかして。幸福のところ来た。え、あの岩なんかあったん？普通になんか、適当やったんやけどな。めちゃくちゃ適当かましてしまったんやけどな。え、またこれもしかして、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。もしかしてまた筆技が強化できるってやつか。やったぜ。なんやろ、ちょっとびっくりすぎて声が。またこれお伏せ、お伏せしなあかんってやつやんな。え、なになに、次は金城戦。5,000、2万両があんのよ。あれ、さっきより安いな。なんやったん。あれ、めっちゃ安いやん。え、どういうこと。まだまだか。よし、2万両。満了出た。光った。お、立ち紙。まさかの一線がめっちゃ強くなるの。悪人を見逃れたら金子を惜しげもなく投げ打つ元の清気を心。この立ち紙を元のお志に感じ、元より離れ将棋にかけ損じる我が身にかつての鋭さを取り戻したり、蘇りたる真なる一線の切れ味、いざ存分に試されよ。へっ、どんだけ強くなるん。もしかして今まで切れへんかったやつ切れる。立ち神様の力、一瞬の切れ味が上がっただって。ってことはもしかして今まで切れなかった硬いもんも。おーい、来た。っしゃ、やった。あれ切れるんやな。その切れ味早いとか表出て試そうぜ。あの岩切れるんや、ラッキー。手巻き一線二式、どうしたらいいの。一線に秘められし力、一線二式の力が開眼するとき、今まで切ることが叶わんだ鉄さえも一撃のもとに断ち切れようぞ。そう、今まで切れへんかったんやって、あの岩。めっちゃ嬉しい。嬉しい。お金貯めといてよかった。マジか。めっちゃ嬉しいんですけど、適当に切ってみるもんなんやな、これ。なんかこれ最初切らへんかったんですけど、なんかないかなって思って、水流見えたからです。水流さん見えてしまった。これ切って、まさかの椅子、これ切れるってことやな。なんということでしょう。素晴らしすぎます。マジかよ、超嬉しいんやけど。え、ほんならまたもう一周しなあかんの。ちょっと待って、今までの島も切れへんかったやつあったで。
え、じゃあ戻らなあかんや。あらら、ちょっと待って、あーやばい、水流の餌になる。シャチマルっていつでも乗れるようになるんかな、もしあのその海なると発見したとしても。え、乗れるんやったら後で来ようかなって思ってなかったらショックやねんな。どうしよっかな。あら、ないわ。水流さん、水流さんが見えるとちょっとビビるねんな。肉戻るか。全然何もないよな。あ、それにカジキマグロも釣ったしさ。あの大岩の、あ、そうそう、ここここ怪しいよな。海なるとここ行った、誰かいる。ちょっと待って、なんかここ行けん、無理かな。ここ降りてみる。あ、ちょっと待って、猫いるやん。あ、猫いるやんって、この猫じゃなくてこっちですよ、この壁の間違えちゃった。あ、かわいい、久しぶりに餌あげてみた。幸福タイム、飛ばそうごめんね。そうそう、あ、そちらも溜まってきたな。いや、ちょっと待って、あ、こういうの切ったらまたなんか穴開いてへんかな。すげえ、なんか今切れ味赤くなってたよな。そんだけ強くなったってことか。うわ、嬉しい。また個人的にいろんなとこ行って、あの鉄の岩破壊しておきますってことはこれ登れるってことか。あ、こんなとこあったん。これ絶対シャチマルじゃないと来れへんかった。いや、そんなこともないか、別にあいつあれで泳いでもくれたか。あ、わかった、そういうことか。猫なりの塔行って壁足りをやってからじゃないとここ登れへんっていうことは、つまりここが海なるとではないか。違うんか。ちょっと待ってくれ、これをこうやって上までやると。ならこれで、これで上がれるってことやんな。あ、ここ上がれんねや、ラッキー。よし。あ、そうそう、ここめっちゃ来た時からこうやってボロボロってあったけど、そうか、あれがないとあかんかったんだ。てか、すっげえ破壊されてんな、ここ。かわいそうやな。ちょっと探索したいねんな。ダメかな。あ、すげえ、いっぱい出てきた。すげえ、なんかこんな感じやったんやな、昔。あ、そうそう、あそこがボロボロになってるから、上がれへんくって。ってことは、あの壁たりが、え、こんなとこトライんのやばない、すげえな、こんなとこトライんの。あげよう、エビクロ。なんかこうやってエビクロあげると幸福玉くれるんですよね、肉とか。やし、ちょっと集めるのにね、シャチ玉集めるのにいろいろ君たちからこうこうやって幸せってくれるんでこれでなんか、なんて言ったんですかね、そう、集めてるんですよね。なんで今まで来た村とかもちょっと振り返ってあげたりとかしてるんですよ。なんでほぼほぼなんか動物のなんか好感度みたいなのがあって、あれどこ行った、違う違うよ、これ、ほ、あ、神経出てる、あ、牛、ああ、ほら、こんな感じでパーセンテージがあるんですよ。豚なんかもう 90% いってるんですよね。トラも 77% か。出会った動物ほとんどにエブクラあげてたら、なんかこんな風にパーセンテージが上がって、なんかあるんかなって思うんですけどね。ちょこちょこなんかあんま取ってないところでこういうことしてますお、エブクロ、エブクロはちょっと個人的には嬉しい、意外と買うから。っていうか、さっきの人どこや。あ、え、なんか始まっちゃった。なんか、え、キモい青ニュード、ちょっと待ってくれ、これはなんだ、こいつはどうやって倒すんや。また霧でも食、こうやってやって、あれ、え、もしかしてこう、あ、毒霧、
って、これもしかしてさ、こうやってやったらできる？無駄か、そう、え、なんかこいつやばい、なにこいつ、ちょっと待って、え、めっちゃ強ない？強いやつ？もしかして違う？で、こうやってやったらあかん？え、ちょっと待って、これ、こいつどうやって倒すの？違う、あ、倒せた、なんや、意外、なんや、倒せちゃった。なんやったんや、一体こいつは何やったんや。全然わからんかったぞ。とりあえず、あれ、展望岬の男、ん、誰かそこにいるのかい、え、怖いんですけど、見えてたやろ絶対、お前なんや、ここは展望岬、昔神様が天へ帰るのにここから飛び立ったって言い伝えがあるんだよ。へえ、そうなんや。夜にはいつも満天の星空が広がっていて、岬の先端からは大きな渦巻き、天なるとも見えたんだ。え、岬の先、あれやんな、多分左右の方か、大きな渦巻き、天なるとも見えたんだ。天なると、天なるとっていうのは夜空に浮かぶ星の集まりで、ほう、ナルトのように見事な渦巻きを形作っていたんだよ。ほうほう、うんうん、ちょっと話が、どういうこと。でも最近沖合に鬼の顔をした不吉な島が現れてからは、妖怪たちの数が増え始めるし、空もよどんでくるしでね、昔のように綺麗な星空は見えなくなっちゃったんだ。あ、星空のことね。星空でその渦巻きみたいな形があったよってことかな。あ、なになに、今は明るいからさすがに星は見えないけど、夜になったら流れ星にお願いしたいことがあるんだ。星に願いをかけたらきっと叶う。夜空に渦巻く星の渦、天ナルトだって見えるようになるよ。え、夜にしてあげなあかんってことかな、もしかして。夜したよ。この男の人の言うこと聞いてあげた方がいいねんな。あ、出た、やっぱり。僕、お願いしたことがあってこの展望岬に立ってるんだけど、うん、やっぱり昔のように流れ星が流れることは滅多になくなっちゃった。ああ、お空に流れ星が流れればば、お願い事ができるんだけどな。星に願いをかけたらきっと叶う。夜空に渦巻く星の渦、天ナルトだって見るようになるよ。ワンコも僕の隣で一緒に流れ星を探さないかい。ええ。そんな流れ星なん、え、ちょっと待って、流れ星ってさ、もしかしていつも星座作るときに点々ってやってるあれ、ちょっと待って、わからん、ちょっとごめんね、飛ばします、すいません、一瞬なんかヒントくれへん、一瞬ヒントくれよ。いつもヒントくれるのに。え、でもそれしか思いつかへん。え、ちょっとやってみますね、合ってる、こうやっていつも点々ってやってるから、こうやってやったら、ん、合ってたの、あ、合ってたんかい、嘘やろ。あー、流れ星だ、めっちゃ適当やったらやってた、よかった。それしか思いつかんかったもん。星座作るときだってちょんちょんって星を作れみたいなのを一番最初ぐらいに画竜でやったもんな。画竜やったっけ、画竜やったかな。すいません、名前忘れちゃいました。一回やったもんな。早速お願いしなきゃ。昔のように空が綺麗になって夜空に再び天ナルトが現れますように。もう流れ星いってんで。長いこと叶うかな。叶っちゃうんだね、すげえな。わあ、願いは叶うんやね、すごいわ。ああ、天ナルトだ、僕の願い本当に叶ったんだ。素晴らしいな、この男の人。なんかこう、なんて言ったんやろ、すげえわ。あ、幸福玉ありがとう。いや、幸玉もうどっちでもいいか。やっぱり綺麗だな、天ナルトは。ねえ、ワンコ気づいたかい、夜空にあんなに大きく天ナルトが現れているのに海には全然映ってないだろう。え、本当はあの天ナルトの下の海には海の神様の国への入り口、海ナルトっていう、あ、ちょ、海ナルトっていう大渦があったんだよ。でも妖怪たちが暴れるようになって夜空の天ナルトが曇っちゃった時、海の海ナルトも姿を消しちゃったんだ。天ナルトと海ナルト、昔はどっちも風車のように勢いよく回ってたのにな。これ疾風、風車ってことは風ってことやろ。ちょっと待ってくれ、まさかの解決しちゃった、ここ、ここを見なると、
そんなことある？海めっちゃ探してたやんか。ちょっと、あ、展望岬、ここやね。展望岬、さっきの男の人が言ってたんが、天を望めば天なると銀河めぐらば海なると、あ、まあ、こう、そろそろ竜宮の入り口とご対面できそうじゃねえか。そう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 。あ、ちょっと待って。展望岬。銀河が、あ、飛ばしちゃった。すいません。展望岬。天を望めば天なると、銀河めぐらば海なると、海なるとって言いや、幸丸が話してた竜宮の入り口のことだ。うん、そうそうそう。でも銀河が回ればって一体何のことだい？銀河が回ればか。ここやんな、展望岬。いや、これが見事な星の渦だぜ。めっちゃ綺麗やん、これ。すげえ。綺麗。まるで夜空に浮かぶでっかい風車だな。待って、これの通りに渦巻けばいいんかな、もしかして。これが竜宮の入り口の鍵を握る天の渦、天鳴るとなら、そいつが回る下には竜宮の入り口、海鳴るとがあるって話だい。あ、ほんまや、映ってないな、星が。でも海はさっきから静かなもんだよな。よく見りゃ天鳴るとってのも全然回ってねえじゃねえか。確か海に海鳴るとが現れるのは空の天鳴るとが何だったっけ。回ればって言ってたよな。すっげえ、でもめっちゃ綺麗やな、これ。めっちゃ綺麗。ん？調べる。この台座、風車みたいな渦巻きが書いてあるせ。もしかしてあの夜空の星の渦と何か関係があるんじゃ。確か海鳴るとが現れるのは何だっけ。あ、待って、これ。勘が最近じゃない、冴えてるかもしれない。よしよし、いけるぞ。ちょっと待って、多分こうするんですか、合ってますか。しゃしゃ出た。おおお、もしかしてあの星の渦、風に吹かれて回り出してねえか。甘子、もう一丁だ。あ、もう一回やるの。今のやつをどんどんやるんだよ。あ、なるほど、回転をもっともっとつけていくんやね。オッケー、わかった、やるわ。待って、これをやる。もう一回かな。いけ、いった、すごい、冴えてるぜ。ちょっと自分を褒めないと。さっきまでめっちゃ苦労したもん、海めっちゃ探したもん、違うかったんかよって思ったんですけど、この夜空に免じます。めっちゃ綺麗これ。で、出やがった。竜宮の入り口、海鳴門が、天鳴門の大回転に誘われて、大海原へ浮かび上がったぜ。よし、天子、早速竜宮へ乗り込もうじゃねえか。暴れ者の水流を野放ししてる竜神族に、正義の言語と暮らしに行こうぜ。ほんまやな。あ、じゃあ、あそこ向かって、シャチマルと一緒に行ったらいいんかな、もしかして。よし。じゃあ、シャチマルに乗りに行こう。あれ、シャチマル、どこ行った？もしかして、桟橋行っちゃった？嘘でしょ。あ、ちょうどいいわ。あれや。名前が出てこなかった。海猫さんのところ行こう。ちょっとすいません。さっき海猫さんのところ行きますわ。あれ、どこ行った？あっちや。くそ、間違えた。来ました、海猫さん。あなたの手伝いをしに来ました。あら、バンバン、この生きのいいお魚さんを見てよ。あ、後ろのやつめっちゃでかいな。すげえ。この辺の海じゃ水流騒ぎのせいで不良が続いてたダンスが、こんなに大物の、カジキマグロさんが届いたダンスよ。私が腕を振るうのは母なる海の恵み、そしてその恵みは鮮度が命。待ちに待ったこの素材なら、不良続きで鉛かけてた私の腕を蘇らせてくれるダンス。バンバン、せっかくだから私の腕前見ていかないダンスか。こんな最高の素材が手に入ることも珍しけりゃ、私の包丁さばきを間近で見られるのも珍しいざんすよ。おっと、こんな風に話してる時間ももったいないざんす。チェンダが落ちないうちにさばかなくちゃ、素材に失礼ざんすね。さあ、バンバン、ちょっと離れてるざんす。料理に海猫がひぎ、つむじ風千枚おろし行くざんすよ。よし。じゃあ、あの時ですね、山猫さんの時みたいに、あの後ろの風神って書いてあるやつを書きゃいいんやね。よし。めっちゃ怖いな。はあ。よし。え、もしかして、あれの後ろ通りやったら、1、2、3ですけど、どうですか？カジキマグロが
台風になってる。うわ、すげえ。快感。快感。この手応え、今まで一番の包丁さばきだったダンス。私の腕はなまってたどころか、今一皮むけて新たなる境地へ達したダンスね。すげえな。マジか。素材は鮮度、料理は速度。この包丁さばきに磨きをかけて、今度はクジラだ。クジラ？クジラだっておろすダンスよ。すっげえな、このカジキ。あ、シップ。風神。そう、実はこれ、録画ね、忌まわしき記憶ですね。データ飛んでしまった時があったんですけど、その時にこのシーン全部なくなって、赤カブト探しに行く時だけのデータが残ってるっていうね。思い出したくもない黒い暗黒のね。すいません。王は我らが呪文、天照大御神。表より離れしおりに我が力弱り果てぬるが、あの者の強き熱情に応えたも、表のお志に我目覚めぬ。この風神、あの者の熱情を己が力に変え、あやかしもどを吹き払う竜巻。はあ、竜巻の前、おんまに捧げ竜巻村。噛んだ、めっちゃ噛んだ。あ、イケメンやな。シップって結構顔イケメンやな。あの包丁さばき、料理人より剣士の方が向いてるんじゃねえか。あ、確かにほんまやな。あの人強い剣士になれるよ。それはそうと甘こう。疾風の新技、竜巻の威力は相当なもんだぜ。もしかしたらおっさんの熱意が疾風の力を呼び覚ましたのかもな。とにかくカジキマグロさえ巻き上げるこの技、妖怪どもに食らわせたらどうなるか楽しみだぜ。ほんまやで、めっちゃ嬉しかった。ありがとう。グレンの時と同じぐらいちょっと嬉しかったんやけど、グレンの時のテンションの、あ、ちょっと待って、カジキマグロが、あー、カジキマグロ消えちゃった。嘘だろ、欲しかったのに。あー、今疾風の偽証を手に入れた。ちょっと待って、これ一回戻ってもう一回来たらカジキマグロもらえへんかな。消えちゃったのショックないけど、嘘やろ。ちょ、戻って。クソない。あー、ショックでした。今めちゃくちゃショックでした。なくなっちゃった。欲しかったな、カジキマグロ。もう作ってくれない、ダメ。ショックやったな。あー、ちょっと待ってくださいね。そう、疾風の偽証、疾風の筆技を持って巻き起こる嵐のごとき三本の奇跡を描くとき、アマテラスの御身より荒れ狂う竜巻が現れ、悪しき者を蹂躙する神風となるじゃろう。大きく書くほど大きな竜巻となるが、吹きすさぶ時間は逆に短くなる。はあ、小さければ長く、大きければ短い。まあトントンということじゃな。住みたいひょん失礼しました。住みひょうたんの消費は大小関わらず3つじゃ。好みに合わせて使うのじゃ。その風の力を持って邪気を吹き払うのじゃ。オッケー、やったぜ。もうだんだんワンちゃん強くなってくる。めっちゃ嬉しいんやけど。てか、めっちゃもう時間がすごいんですよね。では一旦ちょっと海猫さんの力も得られたことなんで、海猫さんの力ではないんですけどね、疾風の力も得られたんで、一旦ちょっとここで区切らさせていただきたいと思います。あー、次はやっとね、やっと竜宮城に行けますよ。竜宮城ではないか、竜宮か。